はいどうも。今回はレガシー、エルドラージポストを使います。エルドラージを使用した無色のランプデッキです。雲上の座を中心に、無色マナを複数生み出す土地をはじめ、おごそかなモノリスやスランの発電機、忘却巻きを使ってマナブースト。中盤は、難題の予見者や虚空の杯、魔術とお眼鏡や三なる宝球で相手を妨害しつつ、出てきた脅威は、精霊幽銀と全ては塵で対処。最後は、それまでに出してあったエルドラージで殴るなり、新エルドラージ三中を展開するなりして相手を倒します。早速ですが、対戦の方に行ってみましょう。ダイスで勝って先手です。モノリスあるし、2マナ土地もある。2ターン目に忘却巻き出せる良いハンドですね。マリガンなしでキープします。相手はワンマリガン。裏切り者の都から、おごそかなモノリス出してエンドです。関節の沼セット。そのままこちらのターン。2マナ出して。尾行地置いて、土地置いたので都さくり、ついでに1点回復。モノリス使って6マナ。忘却巻きキャスト。相手トップ4枚追放して、追放した中から土地をすべて出す。尾行地じゃなくてアーボーグ出してれば、チャリスも受けましたね。霊で置いても仕方ないしそのままエンドです。思考囲いで半です。チャリスを蹴てればなぁ。囲いでチャリスをディスカード。幽霊がリセットして。こちらのターン。ベズーバで深部コピーしても、トークンは出ませんよね。アーボーグセットして。2体で攻撃。6点で相手残り12。そのままエンドです。バイユーセット。相手構えてエンドかな。エンド前にモノリス起こします。モノリスで3マナ。週末を招くモノ召喚。戦闘入って、2体で6点。通って相手6。ベズーバ置いて。尾行地コピー。ポストの数分回復。相手ここで投了です。回復で20ワンパンじゃ無理だし、招くものまで出ましたからね。さて、サイドですね。遠メガネを追加。全除去を一旦アウト。サージカルを2枚追加。すべてはチリを2枚戻して。これで2本目行きましょうか。後手です。妨害札ばかりですが、そこそこ動けるからキープかな。バイユーセット。睡蓮の花びら設置。こちらのターン。チャリス1で置いても、サージカルも止まっちゃうのがね。アンチシナジーで微妙ですね。イニシエの墳墓を置いて、魔術とお眼鏡。場に出た時に相手の手札を見て、手札には特に止めたいカードはない、かな。名前を指定します。演劇の舞台を指定しておきましょうか。これでエンドです。エンドに動かず相手のターン。バイユー追加。相手ドローゴー。
リスを1で設置。できればこっちを追尾してほしいかな。ジーンを置いてエンドです。またも動かず相手ターン。演劇の舞台セット。こうなるとチャリスじゃなくて遠メガネ壊されそう。1で置いたの早まったかな。こちらのターン。ベズーバセット。ジーンをコピー。ここ、相手の舞台コピーの方が良かったかも。相手水尾で遠メガネ破壊。そして相手のターン。水尾2枚目でチャリスも破壊。フェッチ置いて。起動でサーチ。バイユー3枚目。探検の地図置いて。サージカル撃つ対象落ちないからいらなかったかな。ジーンコピー急ぐより、尾行値コピーで回復した方が正解だったっぽい。ベズーバ置いて。ジーンをコピー。ここも、相手の舞台コピーもあり得たかな。相手の深部コピーで動いてから、すべては塵で流すにしてもマナ足りないか。エンド動かず相手のターン。思考囲いキャスト。そのまま通って。裏モグディスカード。地図起動して。暗黒の深部サーチ。セットでコンボ揃いましたね。遠メガネ引くぐらいしかないかな。予見者ドローか。負けですね、投了します。さて、サイドです。サージカルをアウト。代わりに歪める嘆き投入。嘆き増量して。やっとやめて。すべてはチリをアウト。代わりにウギン2枚。やっぱりチリって、かなりさ迷ってますね。いろいろ迷ったけど、この形で3本目いきます。負け戦もらいます。フンボ2枚で発電機。3ターン目にエンドブリンガー。それ以外妨害札ないけど、まあキープかな。相手はワンマリガン。フンボ置いてエンドです。フェッチ置いて。起動でサーチ。バイユーセット。指導霊で緑マナ。土地と合わせて森の戦術。深部をサーチ。こちらのターン。尾行値ドローか。回復して21以上にするプラン。やるとしても今更かな。当初の予定通りに動きます。フンボでダメ食らいながら、スランの発電機。これでエンドです。アーボーグセット。あれ助かりますね。フンボで普通に1マナ出せるようになった。吸血鬼の呪詛術師召喚。次深部セットでもエンドブリンガーが間に合うはず。お、遠メガネ引きましたね。ウギンの目置いて。フンボで黒マナ出して。遠メガネセット。戦場に出て相手手札確認。アーボーグと深部、輪作と森の戦術。名前を指定で起動能力封じ。
ヘックス明示して。あとは、週末を招くものを召喚。これでインドです。深部をセット。相手そのままエンド。メインでピンガー起動。ヘックス明示1を焼いておきます。忘却巻き召喚から。トップ追放して土地を出す。カラカス取れちゃいましたね。深部のトークンに対する処方が増えました。尾行地置いて。発電機を追加。これでインドです。相手ターンもアンタップ。森の戦術から。幽霊がリサーチ。セットして。そのままエンドですね。エンド前にグリンガーで一ドローします。戦闘入って。2体で攻撃。通って相手9。戦闘後にチャリス1で設置。相手指導霊から緑マナ。アーボーグ生贄で輪作。演劇の舞台をセット。チャリスが通って。忘却巻きを追加。1枚だけ土地増やし。着地して。ポストタップインでインドです。幽霊街でカラカス破壊。基本土地はないのでサーチしません。アーボーグをセットして。エンド前に1ドロー。ここで相手投了です。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。なんか細かくいろいろミスしてた気はします。どうも基本守っちゃうので、そのくせ直さないとダメかな。戦績はトナプラで3-2、リーグで3-2でした。トナプラでは、青黒コン2-0、白緑でスタク2-0、赤黒ゴブリン2-0、青黒ストーム1-2、青赤カカン1-2。リーグだと、青黒ストーム2回で1-2と2-0、デプス2-1、土地探偵2、エルドラージストンピー2-0でした。グリデルに当たりませんでしたね。一つ頭浮いてたからメタられて減ったのかな。ポストらしく3中全部使った形にしましたけど、エムラ使わなかったです。やっぱ13マナが重い。パーマネントカード多くて墓地もたまらないし、週末を招くものに変えた方が良さそう。20-20トークンに対抗するためにも、週末を招くものは4枚積みした方がいいかも。減らすのはドーマナ駅の忘却巻きあたりかな。演劇の舞台も良いかもしれませんね。ポストに積まれてるタイプもあったので、なんでか気になってたんですが、これでクス対策ですね。今なら1-2枚積んでおくのも良いでしょうか。あと、アーボーグ1枚外して、ウギンの目3枚目が欲しい。アーボーグよりウギンの目の方が壊されやすいので多めが良いですね。といったところで今回はこの辺で。また次回。ご視聴、ありがとうございました。